厚生大臣や自民党の税制調査会長などを歴任した対馬雄二さんが亡くなりました。93歳でした。関係者によりますと、対馬さんは昨日午後7時半ごろ、老衰のため東京都内の病院で亡くなったということです。対馬さんは東京都出身。1976年に衆議院中選挙区の青森1区から立候補して初当選を果たし、以降11期連続で衆院議員を務めました。この間2度厚生大臣を務めたほか、自民党の税制調査会長などを歴任、自民党の派閥の会長も務めました。2009年に政界を引退し、その後は弁護士として活動していました。父親の雄二さんの死去を受け、対馬淳衆院議員が今日都内で取材に応じ、次のように述べました。青森のことを常に頭に置き、政治家としてこうあるべきだという一つの姿を背中で見せていた存在であったということは言えます。政治家というのは国民への奉仕者だと、奉仕者たれということは何度となく聞いていました。人生を生き切ったという感じがしております。まさに寿命であったと。元衆議院議長の大島理森さんは、郷土のため、国民のために共に歩ましていただいた自分としても誠に残念で、なりません。また宮下知事も県庁で取材に応じ、哀悼の意を示しました。代議士として本当にそういう意味で地元に密着しながら活動していたんだなというふうに思いますし、私自身もそうした有権者の皆様、県民の皆様と対話する姿勢というものはしっかりと引き継いでいきたいというふうに考えています。一方、県民からも対馬さんを惜しむ声が聞かれました。衆議院議員でね、本県のために一生懸命働いてくれた方ですので、残念ですね。もっともっとね、本県のためにね、お力揃いいただければなと思ってましたけどね、惜しい方が亡くなりました。青森県にとっては貢献したんじゃないですか。長くやってたから、ちょっとびっくりですね。青森県発展のために尽力していただいたと、すごくこう感謝していますね。対馬淳さんによりますと、葬儀は密葬で行い、青森と東京でお別れの会を開く予定だということです。